という話があったそうですよ。まあ怖い。人が狐に化けるなど。人が狐に化けたのか、狐が人についたのか、はたまた人が狐についたのか。どれもそう変わりますない。あら、釣れない。あなたはどう思われます？狐面の旦那。